アレクサンダー・チャールズ・ルーミー・ユームは、マレーシア出身のレーシングドライバーである。2001年に、マレーシア人として、初めての F1 デビューを果たした。イギリス人の母と、中国系マレー人である父との間に、クアラルンプールで生まれる。1994年に、ホーミュラーアジアインターナショナルに参戦を開始し、頭角を表した後、イギリスに渡る。 1996から1997年にフォーミュラルノーに参戦した後、1998年にはイギリスフォーミュラ参戦試験に、翌1999年にはイギリス f 参選手権と共に国際 F3000 に参戦。2000年からはチームマレーシアから2001年はチームルマンからフォーミュラ日本に参戦した。 1> a 一 g p 参戦中のユーンフォーミューラ日本に参戦していた最中の2 0 0年イタリア GP よりマレーシアの宝くじ会社の支援によって参戦限定ながらミナルディチームから f 一デビューを果たす。マレーシアの国を挙げたサポートを受けたユーンは二千二年も引き続きミナルディでのシートを得るがサバイバルレースとなった開幕戦オーストラリア GP での七位以降は制裁を書き 三度の予選落ちを喫した後、休養という形で、第13戦ハンガリー GP、第14戦ベルギー GP では、アンソニー・デビッドソンにシートを譲る。その後、パフォーマンスは、ある程度向上したものの、チームメイトのマーク・ウェイバーを上回る結果を見せられなかったことから、2002年シーズン限りで、F1 のシートを失う。その後、カート、V8 スーパーカーに参戦するが、 2005年に自ら、マレーシアチームの所有者兼ドライバーとして、A1GP に参戦すると、最終戦の中国グランプリで優勝するなどの活躍を見せ、2007から2008年シーズンも、引き続き参戦を続けていた。また、マレーシアでのスピードカーシリーズに、スポット参戦をした。2008から2009年 GP にアジアシリーズに、マレーシアのマイチームチー。 メリタスマハラより序盤の2戦のみエントリーした。2018年にはスーパー耐久に参戦するフェニックスレーシングアジアに加入アウディアール8で STX クラスに参戦した。ありがとうございます。